バーナースラ。千の手を持つバーナースラ。または、バーナは、インド神話に登場する千本の腕を持つアスラ。親族にして、ダイティア族である。父は、アスラ王マハーバリ。母は、ダイティア族の守護女神である、コータビーである。トリプラという別名も持つ。バーナースラは、マハーバリの百人の王子の中では、最強と言われたという。ウーシャーが、 夢の中でアニルッタに思いを馳せるバーナースラは、キャンドラと結婚しやがて娘ウーシャーを設けた。バーナースラは、シガ神の熱烈な信仰者でシガ神と親友になりかつ、加護を受けた。時は、流れ、成長したウーシャーは、ある日、シガ神と、妻パールバティが愛し合っているところを見た。このシーンに憧れた、ウーシャーはパールバティに、自分も、愛人と、 このようにしてみたいという希望を打ち明けた。パール・バティは3日以内に若くて美しい王子があなたの夢に現れるだろうとウーシャーに告げた。ウーシャーは美しい服を着てその時を待っていると3日目に美しい王子が夢の中に出てきた。ウーシャーは目覚めるや否や思いをあげた。これを聞きつけた友人チトラ・レイカーが駆け寄ってくるとウーシャーはこれまでの行きさつを話した。 するとチトラレーカーは、それならば、私の呪文の力で、ここに王子を呼び寄せますと約束した。チトラレーカーが、自分の知ってる王子の似顔絵を次々に描き、ウーシャーは、夢の中の王子と、そっくりな似顔絵を見つけ、その似顔絵を抱きしめて眠った。次の夜、チトラレーカーは、呪文の力で、似顔絵のモデルとなった青年をウーシャーの部屋に、召喚した。だがその青年こそ、 アスラ族の宿敵、ビシュンヌの化身、クリシュナの孫である、かのアニルッダ王子であった。バーナースラはこの事態に直ちに気づいて、娘の部屋に入るなり、アニルッダを捕らえて監禁した。アニルッダ王子がいなくなったことでドバーラカーの街は大騒ぎとなった。クリシュナ、バララーマ、プラディウムナが、アニルッダ救出のために、バーナ城へ向かう。 これに対しバーナースラは親友であるシバと援軍として駆けつけた軍神スカンダ共にクリシュナラを迎え撃った。バーナースラ側はクリシュナによってシバは倒されスカンダは傷つきバーナースラは千本の腕をクリシュナの武器チャクラムによって切り落とされた。この時シバの懇願でバーナスラの落命は免れたが和睦の代償として バーナーすらの腕はクリシュナによって四本を残してすべて切り落とされた。こうして戦いの幕は閉じた。バーナ城の旗印も破られ城も落とされた。講和条件はクリシュナの化身たるビシュンヌの方がシバよりも上だと自ら認めることであり、シバはこの条件をやむなく飲んだのである。アニルッダはその後、ウーシャーと結婚してからドバーラカーに帰りバズラ王子を設けたという。 インド北部、ウッタルプラデーシュシューバーグパト県、ルハラ村では、バーナースラを祀っている。村の中核に、バーナースラデラがある。インド市においては、バーナ王国も存在する。もちろん、バーナースラから名を取ったものである。また、有力士族であるジャート族は、バーナースラをゴートラとしている。バーナースラさんは、ケイララ州に存在する。標高2037メートルである。 世界遺産に登録された西ガーツ山脈に属する。名称はバーナーすらに由来している。観光だけでなく、水源としても重要な地域となっている。ありがとうございます。